こちら、スタジオの方にまた今日も来てもらいました。はい、こんにちは、アリサです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ今日も相変わらず可愛らしく、今日ツインテール、ツインテール、はい、今日はツインテールで、アラサーのツインテールで、でも今日のツインテールの指示はてんちゃんが LINE で言ったんだよね。あ、そう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 、今日私がね、ちょっともうね、てんちゃんがもう LINE がLINE の嵐がちょっと今日ツインなんじゃないのっつって、そう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 、プレッシャーがすごかったんで、そう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 、ハワイ本当に本当にありがとうございます。もうまあ3日間で本当にお忙しい中ですね。いやニコ生のブログです。いや、ありがとうございます。今今日はちょっとね、しかも今のレースもうのもうこれはね、誰のせいでもね、これ変えません。これはですね、非常に変えなかったと思いますけれども、ね、え、気を取り直してですね、またこの10レースですね、はい、そうですね、はい、うん、OK です。10レース、みんなで買っていきたいというふうに思います。まずですね、締め切りのお時間を申し上げます。15時15分、1分プラスの15時15分となっております。あ、おととい、ありありとソウル観戦行ったようだって。あ、本当？嬉しい。誰だろう、誰だろう、誰だろうね。本名で書き込んでください、お願いします。でもみんな、なんかね、肯定派だったかな、ソウル内観戦。そう、でもだってあれ20人とかでしょ。そうなんですよ。で、今節はいつも私行けないんですけど、うん、あの3日間ソウル内観戦あるんですけど、うん、全部私と一緒に。あら、はい、そうなんですよ。マイケルさんという方だそうでございます。マイケルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか私ソウル内観戦って知らなかったんだけど、赤い服着ちゃいけないんだね。そうなんですよね。赤旗と選手が見間違えて減速してしまうので、うん、赤旗ってのはと、なんていうの、止まるっていう。赤旗はあのソウル内で事故があったりですとか、はい、落車があったりとかっていう時にレース中止を知らせる旗なので、うんうんうん、そうなんですよ、うん、なので赤い服は着てこないでくださいって書いてあるんです、はい。まあ、着てきちゃった場合は上着を貸し出ししてるので、そちらで。そうなんだ。私も、ちょっとピンク多めなんで、ね、いつも上着着て参加してます。あ、そうなんだ。ということでこちら、はい、10レースの出走タイム出ました。お下げなのやはり8番の金子大輔選手。これはもう期待高まっているかと思います。地元浜松の金子大輔選手でございます。そして、これ5番車、そして7号車、内山選手と中尾選手、ここもですね 3.35 ということでございます。この辺り含めまし て考えていきたいなと思うんですけれども、今回地元の浜松の選手応援したいという気持ちはありますが、そうですね、うん、今戻ってきてましたよ。私も真剣に見てたら、真剣に見てた、恥ずかしい。真剣に見てたね、マジで。これ金子さんはどう思いますか、この。いや、金子さんはまあ硬いですよね。お、これはまあ頭でやっぱ固定ですね、うん、私は頭で固定、はい、はい、あ、本当だ、印をつけてきてくれ。また今日もあのこの出走表をもとに、お得意の、お得意の基本的には出走表から行こうと思ってます。そうだね、昨日はあの、あ、これあのタイヤのデータでございます。ですね、どれだどれだ、一番金子大輝選手、変えてきました。0213ということで、今年初めのタイヤを履いております。0213履いておりますのがもう一人います。2番車ですね、2番車のこれなん、吉松選手と、5番の中尾選手、5番の中尾選手ですね、あの思想も早かったなと思いますので、ここら辺いいんではないですかというような感じで私は見ます。はい、でも穴見選手気になるな。はい、ということでこの辺を元にして皆様お考えいただきたいと。ギャンブーの、じゃあこちらも言っておきますか、ギャンブーのスパコンも言っておきますか、どうでしょうか。はい、スパコンはこちらです。やはり地元の金子選手が、これ大本命、大本命だと思います。そして7番内山選手、そして、あ、4番ですね、4番の遠藤選手の円真子です。円真子さんですね、これも地元の選手でございます。そして、やはりここ地元の渡辺選手3番車、こちらも、気になるところではあるかと思います。ということを踏まえて皆さんを予想していただけたらなと思いますが、ここでまずありありの、出走表予想。そうですね、うん、まあ、8番金子選手、うん、頭私ね、うん、なんか、うん、多分なんですけど、まあ、多分違う、でも違うとは思うんですけど、なんかすごい信憑性がありそうなのが、違うと思うんですけど、ちょっと、うん、スパコンが
だ。で今日も、うん、私一応出走表で3478あたりで、あ、じゃあ間違いないじゃん。ちょっと印をつけてたんですよ。あとは思想を見たらいいかなって思ってたんで、うんうんうん、なんかあれこれなんかバレてるかな、うん、これバレてるね、あこれあでもねなんかちょっとだからこれ心が読まれてるのかもしれない。読まれてるよ。読まれてる。これはもう多分ありありの頭の中のデータもあの加味した上でこれスパコンでも出てるかもしれない、ね、なって思うんですけど、まあなんで、うん、8固定で、うん、はい、あとは73折り返しでいこうかなと思ってます。7337という感じですね。8固定の7337、はい、873837、3連単、はい。遠藤選手もちょっと気になるんですけど、カーテが20なんで、あ、いいとこ見てる。鍋厚さんが行くかなと、はい、そうですね、そうですね、思いますね。ただこのスタートの速さを見ますと、やはりこの金子選手と円真子さん、うん、速いなとは思うけど、そしたら金子選手が行くか。そうですね、行く同じ20なんじゃないかなと思うんですけどね、うん、まあ、でも結構、うん、その4から8が全部20なので、金子選手、ね、結構行かないとっていう感じですよね。これでも外からでも前についてる選手はこの前のこのハンデゼロの選手とかって、こう考えるとすごい有利なように感じるんだけど、はい、そうですね。でも入れてないもんね。そうだね、やっぱり、あ、ね、そうだね、見上げるんじゃないかなと思ってます。なるほどね、タイム見てもそうだね。いや、これそうです、あの今あの誰なのっていう風にね、今ご覧くださってる方から、はい、ありましたので、浜松の浜松オートのレースヴィーナスというお仕事を務めてらっしゃいますアリサさんをお呼びしております。はい、こういったね、浜松オートのイベント、それからあのレースのですね、はい、ラウンドガールをやったりとか、浜松オートのプロモーション全部のお仕事をちょっと受け負っているんですけれども、ポスターも貼りまくりですよ。そうですね、毎月ポスターやったりとか、あとはまあ場内でイベントあったら場内のイベントもありますし、あと外部でイベントあるときはそちらにも参加させていただいたりとか、いろいろしています。よろしくお願いいたします。で、あの毎日このギャンブ生放送には来ていただいて予想してくれてるんですけれども、はい、あの本当にお仕事お忙しいので、ね、あの思想を見る間もなく最初の朝来た時にこの出走表だけを元にですね、基本的に予想しているという、はい、そういうスタイルで、今までの勝歴勝った聞いちゃう、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 はい、なんと、はい、今までね、はい、勝った回数、そうです、こちら言っちゃいますよ、お願いします。ゼロ回、うわー来たゼロ回、うわーとんでもねえの読んじゃったよ、でもねえのすごいね、すごい。いや、でもこれさ、昨日すごい惜しかったんだよ、はい、そうなんですよね、本当に唯一外したんだよね、最初の予想を。ここにいるお客さんの意見で、あ、じゃあ変えようかなと思って変えたんだ、ね、はい、なのでっていうことで言ったら、まあそう、まあまあまあ、いや、だから目はすごくいいのを買おうとしてるから買わない、最後の予想の前の予想を買っとけばいいってことかな、はい、あとは、うん、割といつも、うん、惜しいって言われるんで、多分アレンジするといいかもしれない。アレンジすると、じゃあこれが外して4とか来るかもよ、円真子さん。そう、来るかもよ、来るよいや、可能性あるな。ちょっともし4番入れるとしたら、はい、どこに入れればいいかな。そうですね、それで買うよ。4入れるとしたら、まあ、でも5も思想早かったですからね。そう、中尾さんも、うん、そうなんだよ、金子さんと同じタイヤ履いてるしね。そうですよね、うん、さっき、そう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 、うん、そう、まあ、どこかな、どこだろう、 3着には入るか、着が、2か3かっていうところですね。混ぜて折り返したいけど、どうなんでしょうね。買い足し本当に当たらんよなって。まあでも、それはね、そうなんだよね。はいはい、お疲れ様でございます、ありがとうございます。昨日も一昨日も8-4できてんだ。あ、そうなんだ。じゃあもう入れとかないとかもしれないね。4ね、迷うな。昨日1着出てますしね、うん、円真子さんね、うん、
でもこれで、これはあえてこれ4を悩むと、これもしかして4か来ない可能性もあるから、はい、考えすぎると、そう考えすぎるとどんどん分かんなくなってくるんですよね。これやっぱ当初の予想の8-7-3の折り返しで3連単2点でいこう。お、いきます。うん、それでこれはちょっと私買ってみようと思います、はい、でさらにちょっとリスナーのアンケートも10レースなので取っていきたいというふうには思いますので、はい、いいでしょうか、すみませんね、自分勝手に進行していてスタッフがバタついております。申し訳ございません。もう一度締め切りのお時間申し上げますので、15時14分から1分延びまして15時15分が、ベッドの締め切りとなっております。ぜひですねご購入キャンプベッドでどうぞよろしくお願いいたします。本当にお得になっておりますので、このキャンペーン逃さずにですね、ぜひ、キャンプベッドで1点からでも構いません、ぜひご購入お願いいたします。はい、はい、はい、ありがとうございます。4加えるとガミルか、あ、じゃあもう4考えないで、考えたいけど考えないで、8-7-3で、いこうかね、はい、よし、じゃあちょっととりあえずそれはまず先に買おうということで、はい、じゃあリスナーに聞いてみましょう、はい、ではリスナーに、期待のリスナーお願いします。10レース1着に来るのは誰でしょうか。誰でしょうか。これだからつまりあれよね、ありありとこのスパコンは一緒の予想って考えたとしたら、これリスナーからどういう予想が出てくるのか非常に楽しみだなというふうには思います。はい、お、な、なに、何番、深澤さん、どこだ、どこ、どこだ、10レース、ここじゃないの、はい、自分を信じるんだ、よし、信じよう。では1着当ててみましょうか、開けてみましょう、はい、投票の結果こち、あ、こちらという間もなく圧倒的にっていう感じですね、なるほどね、やっぱりっていう、8位、ほほう、ほほう、まあでしょう、なるほどね、リスナー予想8位が、ね、はい、では続きまして2着に来そうな人、はい、はい、2着、1の金子も強いぞ、だから本当ハンデがゼロだからね、気になりはしますけど、本当に気になりはしますよ、だって1人だけなの前走れんだからね、誰も邪魔せずうんっていけますもん ね、さあどうでしょうか、皆様ご投票していただけましたでしょうか、見てみますか、はい、あ、割れたな、割れたけど 4ですね、一番多いです ね、すごい僅差だけど7じゃなくて4だって、円真子さんだって2着に、これ面白いじゃん、これちょっと違う感じがしていい ね、あ、じゃあこれ4にしましょう、はい、そして3着に来るのは誰でしょうか、お願いします。2番なんだ、2着に来ると思うんだ、そっか、まあ、でもそうですよ ね、これだって両方があるからね、そうそう、前半で20で一番内側なんで、多分結局有利は有利なんですよね、だからやっぱ内側の方が有利になっていくんだね、こういうのはね、8だってそうだよね、一番早いのが大体8の方に来るもんね、ということで皆さん ご投票いただけましたでしょうか、さあお願いします。おお、 40% でこれは7ですね、はあ、なるほど、わかりました、ということでリスナー予想出ました、8-4-7、これ3連単でいきましょう、8-4-7で買いたいと思います、これでちょうどあの8は頭で決めつつも、あの入れたかった4が入ってるから、ありありの予想の4が入ってるから、これでいきましょうかというふうに、リスナー予想、ありありの予想は出揃いました、ではトミーさん、お帰りなさいでございます、お帰りなさいでございます、予想の方お聞かせいただいてもよろしいでしょうか。ここはね、やはり地元金子くんでしょう、はい、大輔ね、で、八を頭に置いて357357、今ベッドで買っちゃいました、うん、あ、もう買った、買っちゃいました、34、八を頭で3番鍋圧ね、5番の中尾、7番の内山、その折り返し、3番、5番、7番の2、3着折り返しね、でもトミーさんもやっぱ8が頭だっていうことには何の異論もないっていう感じですか、うん、だね、あのただ、アナミさんがスタート、目打ちでいっちゃった場合ね、スタートドンっていった場合、内山に引っかかったらば、金子ちょっとないかなって思う、
内山にかかった金子ない、うん、要は穴見さんが、ね、この 20m の5車並びで穴見さんが誰よりもスタートをドンと切ってしまって、うん、渋滞作るということで、7番8番の進路を、多少なり、まあ、妨害というわけじゃないですけども、うん、塞ぐような格好の周回回り出したらば、うん、7番じゃあちょっと穴見さんのことはさばけないなと。となると、8番の金子が大外分回りで体勢を作りたいんだけども、前々の競争が早すぎる、うん、となると、まあ、周回を追うごとに金子選手は、まあ、上がってこれても2着までかなというところもあります。となると前々誰が行くんだって話になりますけども、となると吉松の逃げとかってありますよね。いや私は鍋屋釣ってみてる、渡辺敦史。あ、そうですか。そう、うんてね、昨日なんだけども、鍋屋敦史、篠原敦史のダブル敦史で5885の折り返しで 1,2 番人気だったんですよ、はい、ところがスタート用意どんのところで先立ちしちゃって消えた、はい、本人一番悔しいんだよね、これ。うん、悔しい気持ちがあるから今日はやってくると思うよ。うん、いやー、これ迷うな。うん、この1番の金子さんはどう思いますか。1番難しいですかね、これは。なかなか変えないかな。どこにも絡んでは来ないんだろうかね。うん、なかなかね。サバさん、7、7、8、1、2、3、4、そうだけどな。アナミ先生の4-1は早いよ。4-1早い、アナミ先生の4-1は早い。8、もう8頭、うん、2-3-4、2-3-4-7、 2を入れるんだ。2-3-4-7、うん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 。あ、でも7を3番目なんだ、3着に決めてくれると思います。はい、8-7-4-7ということで、書いてくれてる人もいます。リスナー予想の2-3着がテレコのやつですね。はい、ということで全ての予想が、あ、トミーさんにも書いといていただこう。トミーさんの予想までは、はい、お願いします。では、もう一度おさらいをしたいと思います。締め切り10分前でございます。お早めのご投票をお願いいたします。それではですね、まず有沙さんの予想を、はい、ご覧ください。こちらでございます。はい、873-837-73折り返しで、はい、ということで3連単でございます。いや、これはですね、スパコンです。まさにちょっと本当にシンクロしておりました。スパコン予想とシンクロしておりましたが、あ、でも3は、あ、入ってる。そうなんです、はい、注目のやっぱここ地元の選手、ここを考えているんでしょうかね。スパコンもね、なんかこういう風に出てますね。はい、そしてお隣トミーさんですけれども、はい、やはり8は頭で固定で、これはいいだろうということですね。そこからの、はい、渡辺敦史で5、中尾、これもすごく思想が良かった。そして7の内山、これ357ということでございます。あ、かぶってる。あ、かぶってる。873837。あ、本当だ。あ、一緒か。そっかそっか、一緒か。じゃあこれ当たりです。あ、当たりきた、当たりきた。これ当たり。なんで当たんないなって言ってる。多分当たんない。なんでそういうこと言うの。ああって言われてる。ああ残念で。いや、でもあれだよ、アリアリが当たったら CS の席は俺らのもんだよね。あ、そうだ、そうなんだ。そうだそうだ。やばい、今日は言われないと思ったら、すっかり私が来るかなと思ったら、あ、ちょっと忘れた、ちゃんとトミーさんがね、押さえといたこと。いや、それはない。覚えてるね。はい、これはもう売れるためなら何でもしますってエビアナテンが言ってました。何でもします、どうぞよろしくお願いします。本当にでもこれがもし初当たりになったら、本当ありあり記念すべきだよね。ニコ生でなんかね、当たってもらいたいよね、これは。そうね、別にその CS は欲しいけど、欲しいけどだよね。これでもし当たったら、私はもうね、はい、ギャンブさんに足向けて寝れないっていうね。って言いながら、うわーって。いや、本当に、なんかこうラフにやっぱこう ね、予想できるから、そうですね。すごいね、いい音が出ますよ。ということで、店長マン。はい、これリスナー予想ということで。あ、リスナーさんね。はい。847ということで、円孫さんを2着に、持ってくる予想でございました。ね、やっぱ、ね、トミーさんは4を外したんですね。あのね、うん、初日4-1思想タイムで、昨日3-5で、出してきて、思想6つ上げてきたのね。で、なおかつスタートドンっていって昨日は投げた、
まあ、その好調キープでね、いければよかったんだけど、はい、今日ちょっと人を見てもいまいち元気がない。で前にね、吉松とか鍋圧とかその辺あたりがいるんで、スタート行ききれないんじゃないかと思うね。ああ、そうですか。うん、道中回り出しても絶対ね、まあ、円幕よりは、吉松とかその辺あたりの方がまあまあ回り出したら早いんじゃないかと思うんで、本来ね、円幕は10前の選手。そうか。なんでちょっと20年半の重いと思うんです。まあ、そうした場合に本当に金子大輔さんも20のハンデでおられますし、うんうん、穴見さんもそう相手が悪いね。そうね、うん、早いですけどね、スタートの感じは早いですけど、ちょっと難しいんではないかということですね。第一、走タイム見ても分かるでしょ。もうね、金子くん以外は全部一緒だもん。まあ本当にここズバ抜けてやっぱ金子選手、ですね、ただ昨日のその4着っていうのが私は最後まで引っかかる、ね、あれはね、あれは引っかかる。まあ、この中で一番悔しいの誰って言ったら金子なんで、そうですね、今日はね、今日は、やってくれるでしょうということで、はい、締め切りのお時間迫ってまいりました、はい、私らはですね、こちらで投票の方をしてまいりたいと思います。ギャンブーベッドぜひご登録ください、すごく簡単に買えますのでね、はい、ありありの予想が873の折り返し、873、ちょっと待ってくださいね、投票、はい、やばい、モデルカポイントも少なくなって8 7 3 7 3、これすごい買いやすいんだよね、スッと買える、もうこれで 2点だなって分かる、737、これがアリサさん予想で、リスナーが847、847、はい、ということで、はい、これで買おうと思います。ちなみに、トミーさん、もう可愛い、はい、トミーさん、ちょっと甘いものが私食べたくなってきちゃったな。しょうがないな、はい、これはやはりちょっとありありもいますのでね、何ですかこれ、浜松オートレース場の、まあ、僕の、ね、友達がいるんですけども、はいはいはい、丸田屋さんのチーズケーキ、浜松に来たらこれ食えで、わざわざ今日差し入れに来てくれたんですよ、本当に。ありがとうございます。今日はね、ちょっとありありもいるってこと、いるからね、開けちゃいましょう、はい、締め切り5分前なのでお早めのご投票お願いいたします。はい、はい、ありありも、いややばい、食べたい、ありありもちょっと食べて、そうだよ、本当に食べてみるみたいな、はい、食べてみます。本当にもうね、本当にね、私18歳ですけれども、まあ、はい、18歳ですけど、アラサーなんですけど、あのね、これ本当にね、もうこういうの見ちゃうとあれね、もう今までのダイエットとかいろんなこと吹っ飛ぶよね、もう本当にこれ食べとこう、こんなご当地でしか食べられないもんだもん。本末に来たらこれは絶対食っとけ、絶対。だから私お客様からも丸田屋さんのお菓子結構いただくんですよ、で、まあ、でもチーズケーキ食べたことないんで。あ、本当に。でも他のものはね、すごく美味しいです、はい、あら、だからこれは結構楽しみですね、期待できます。楽しみ。あ、じゃあこれこうかぶりつく感じでいいかしら、かぶりついちゃう系でいいかしら、食べちゃう系で、ね、よかった系でみたいな。はい、じゃあいただきます。いや、とろけるような、すごい、なんかね、味噌になってるよ、今度見えるかな、生放送で見えてるかな、ちょっとだけわかるかも、味噌になってるの、上がこうね、ふわっとしたクリーム状のもの、そして下がですね、滑らかなほらほらチーズケーキの、ケーキと、ほら、ありありとケーキのこのやつ、これ似合う似合う、はい、けんちゃんでちょっと、けんちゃんでちょっとやってみよう、ちょっと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 、いや俺じゃない、俺ケンちゃんで、ケンちゃんで、ちょっとちょっと、こっちまで来て、こっちまで、今こっちに、こっち、ケンちゃん、いやはい、ということで締め切り3分前ですかね、はい、はい、締め切り、あ、3分前まで、あ、そうです、3分前でございます。皆様ご投票お早めにお願いいたします。お願いします。よし、差し入れしていただきました、多分ね、ありあり知ってると思うけど、ケンちゃん知ってる、私のお友達差し入れください、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、これ、あー、濃いね、はい、じゃあここで一言、もう濃厚で、はい、なんかやっぱ二層になってるから、うん、ちょっと酸っぱくてさっぱりしてるのと、うん、濃厚なチーズの味がして、うん、すんごい美味しい
定です。はい、グルメリポーター決定です。素晴らしい素晴らしい。はい、じゃあてんちゃん、はい、じゃあいただいちゃいましょう。ね、レポートお願いします。はい、ございます。はい、ありがとうございました。おいしいよ。ちょっと待って。はい、うん、ありがとうの言う通り。ダメだ、ダメだこりゃ。ありありは間違ってなかった、何も間違ってなかった。爽やかだね、本当に。なんか、なんだレモンの皮かな、なんかね、そう皮みたいのが入ってて美味しいです、ね、あ、これ美味しいわ、やっぱり詰めるだけあるね、これね。うん、うん、うん、ありありツイッターやってるだって。やってる。うん、待って、なんて、どういうアカウントですか。藤川アリサで検索。これ公開しても大丈夫ですか。大丈夫です。これだ、それ公開でした、これを。 OK、OK、聞いたよ。それ、それです、それです、はい、それで探していただけたらあります。はい、はい、ということで締め切り1分前でございます。タイムラグございます。お早めのご投票をお願いします。いや、本当にでも美味しいわこれね。これすごい美味しい、うん、やっぱマルタイヤは間違いないですね。間違いないね、これ。いや、他のね、焼き菓子とかもね、すごい美味しいんですよ、うん、美味しいよね。なんか焼き菓子もね、あの一つ、いただいたと思いますね。これね、いっちゃう、いっちゃいましょう、これ。いっちゃいましょう、これ。いい振り、いい振りですね。いっちゃう、なんか美味しいな。これで揚げ塩、うん、これもね、なんか浜松来たら食べとけ、食っとけ。これはいただいたことあります、ね、これも美味しいから、ね、じゃあ、うん、ありありこれもちょっと、ご賞味いただいて、ちょっとレポートを、レポートも入りますか。あと10レースの、のレポートを言って10レースのレース映像にポンと切り替える。はい、はい、締め切りでございます。はい、締め切りありがとうございました。はい、じゃあ、はい、いただきます。はい、ちょっと歯ごたえがあってザクザクしてて、うん、ところどころコーンフレークのサクサク感がたまらないです。コーンフレークなんだ。間違いないです、正解です、うんうん、正解です、大正解。はい、じゃあてんちゃん行ってみる。行きましょう、揚げ塩。はい、はい、コーンフレークなんだ。でもコーンフレークじゃないかな。あ、でもそうだね、本当にそうだ、そうだ。違ったらどうする。あ、もうほんのり香ばしい、クッキーなのかなって感じだけど、うん、うん、うん、あ、これお塩なんですか。いや、素で言うなよ、素で。え、お塩すごく逆に甘さとこの、はい、いい感じ、引き立ってるよ。レーズン入ってないと、あ、入ってるか、これ。これでこれだけドライフルーツが。ドライフルーツ入ってる。あ、おいしい、上品。上品。ザクザクしてるのにすごい上品。これいいよ。あ、これなんと引くわ、これ何度も食べれる。おいしいです、ありがとうございます、本当に。わぁ、はい、ということで、もぐもぐもぐ。まあ、予想をやって、グルメレポートやって、ね。仕事いっぱいですね。いい番組ですね、本当にね。当に あ、これいい番組ということで、レギュラーなんじゃないのこれ。そうですね、いいですか。うんうん、いいですか。リスナーの皆さん、ありありね、レギュラーでというようなね、はい、お話、今ご本人様からいただきました。はい、ただ一つ問題点があるとすれば、当たったことがないという、これが。そうですね。いや、でもまあね、それでもいいんじゃない。なんと可愛さでカバーよ。いやでもいい目出してんだよね。目はいいんだよね。これ見つめてくれって来てるもん。コメントで。何より見つめてくれって。可愛いは正義だよ、ほら。可愛いわ。本当に。ということで締め切りしましたので、もうそろそろ発送かと思います。はい、ではこの後ですね、一緒に見ていきたいというふうに思います、はい、皆様予想覚えてますか。リスナー予想847ですよ、847で、はい、行きましょう。では発送でございます。レースご覧ください。今日は10月14日月曜日、体育の日でございます。
鉄道の日でもあるんですけれども、多くのお客様がこの浜松オートレース場に詰めかけております。さあ10レースまもなく発走を迎えます。準々決勝戦の6組目、このレースも0等20のハンデ戦、ご覧の8選手によって行われます。それでは対戦メンバーです。ハンデ0が単独で1番の金子和弘が 9.5 ポイント、ハンデ10が2番吉松健治9ポイント、3番渡辺敦史11ポイント、そしてハンデ20が4番遠藤誠16ポイント、5番中尾隆9ポイント、6番穴見和正 10.5 ポイント、7番内山隆秀15ポイント、8番金子大輔15ポイントです。金子大輔が人気の中心第10レースです。2連単は8番7番が 4.0 倍、3連単は8番7番3番 9.9 倍、それぞれ1番人気に押されております。金子大輔、初日は1着でしたが昨日は4着、現在15ポイント。6番穴見和正、一直し一旦前に出て一直し行われますね。6番穴見和正の一直しが行われます。穴見和正、この2日間3レース登場、昨日が7着、昨日初日が7着、昨日が2着、昨日は3級の出走タイムでしたが今日は初日と同じ4日の出走タイムを出している穴見和正、今日は10レースに登場です。これで発走体制が整いました。第10レース準々決勝戦の発走でございます。金子大輔が人気の中心、思想は1番時計 3.33 を出しております。スタート5秒前です。3秒前、2秒前、浜松10レース準々決勝戦スタートしました。さあ20からは遠藤誠がいいスタート飛び出していきました。10メートル両者は枠なりです。先頭は1番の金子和弘、2番手2番吉松、3番渡辺敦史、3番手2番の吉松が金子和弘をかわして3コーナーで先頭に立っていきました。後ろからは4番遠藤誠です。さあ遠藤がまず1番の金子和弘を射程圏に入れております。これから2周回目、金子和弘を遠藤がかわして2番手に上がっていっております。1番金子和弘3番手、その後3番渡辺敦史、渡辺も金子和弘内に入ってきております。金子大輔はまだ7番手の位置となっています。先頭は2番の吉松、リードを広げています。2番手4番遠藤、3番手3番渡辺、そして4番手内から金子大輔ですが、その前に7番の内山がいます。内山が4番手、金子大輔5番手、その後金子和弘、あとは5番中尾隆、6番の穴見が最高峰となっています。先頭は2番吉松、リード4写真ぐらい取ってこれから残り3周回で入っていきます。遠藤が2番手、3番手インコース、7番の内山が渡辺淳のインコースに入ってさ上がっていきます。その後ろ金子大輔まだ5番手の位置、先頭は吉松です。リードさらに広げています。4番遠藤2番手、7番内山が3番手、まもなく残り2周回、そして渡辺淳、あとは8番金子大輔、まだ5番手の位置となっています。金子大輔がまず渡辺淳どうさばいていくかという形ですが、ここからなかなか前に進んでいきません。そして真ん中7番の内山が4番遠藤に襲いかかってきました。アウトコースから内に切り返していきました。7番の内山隆秀、残り1周回。さあ1コーナーで7番内山が2番手に浮上していきまして、4番遠藤が3番手、その後ろは8番金子大輔となっています。さあ金子は現在4番手ですが、さあ前のところまでちょっと厳しい感じです。2番の吉松先頭ですが、7番の内山がやってきました。内に切り返して、さあゴール前は接戦ですが、わずかに2番の吉松が五輪、2番の吉松が7番の内山の最後の追撃なんとか退けた模様です。2番吉松、7番内山、それから4番の遠藤の順ではないかと思われます。最後内山隆秀、外から内に切り返してゴール前勝負持ち込もうというところでしたが、2番の吉松が振り切って、どうやら先着7番の内山及ばずの2番手入線、4番遠藤が3番手入線です。金子がその後ろ、金子大輔がその後ろです。2番7番4番2番7番4番で10レース上位入線をしております。確定放送まで投票権はどうぞ大切にお持ちください。浜松10レースの準々決勝戦でした。
戦い終えました選手がロッカーへと引き上げてきました。内山選手も最後追い込んだんですけれども、ゴール戦吉松選手のがわずかに先行していた、押し切ったようにも抜けられました。澤さん、やっぱり今日は勝負がけですからね、はい、そうですね、吉松選手ね、普段から結構勝負どころでね、勝負強いタイプのね、はい、選手ですからね、そうですよね、畑選手のいい笑顔もね見受けられますけれどもね、一着ゴールして明日の準決勝戦へという思いがね伝わるような、そんな走りでしたよね。内山選手も追い込んできましたけれども、ゴール戦は、2番、7番、4番で通過していきました。遠藤選手も頑張ったんですけどね。ソウルには第11レース走るメンバーが出てまいりました。思想をご覧ください。カクカクしたところがあって、本当にあのお見苦しい点がありまして申し訳ございませんでした、もしですね CS の方とかで確認している方で、なんであんな下がっちゃったのかっていうのをね、あの金子さんどうしてしまったんでしょうか、ずいぶん下がってしまいましたけれど、どうしたんでしょう。いやな、どうしたんでしょうね。あ、でも300円だけど当たったって。あ、おめでとうございます。すごいね。なんだろう、単勝僕かなんだろうね。でもってことはそんなに、うん、あ、人気ってことだったのかな、じゃあ、ね、そんなに倍率が高くなかったってことかな、結果見たいね、どうだろう、結果見たい、うわー、でもすごいよ、3連単5万3000の、うわー、3連単では買えないな、確かに103万人気だから、あ、ってこと300円だけど当たったってことか、副賞かな、副賞で誰か当てたの、それでもすごいことですよ、ね、おめでとうございます、すごいすごいすごい、いやー、これはいやついた ねもう、うわやはりここあのありありが、外しました。そうね、えんまこさんが悩んで外したえんまこさん来たね、来ましたこれ、あ、でもね、もうこれは予想できない、まさかあんなに金子さんが、いやそうね、ということで11レースの試走終わったところで、このですね、締め切りのお時間申し上げます。11レース15時54分から伸びまして15時56分の締め切りとなっております。皆様熟考していただいて、お早めのご購入お願いいたします。ということで、あの、また外れてしまいましたけれども、まだあと2日、ね、そうですね、ありますから、むしろここからがね、今日準々決勝です、はい、準決勝決勝とだいぶ熱い戦いになってもくると思うんですけれども、ぜひですね、これ今回でありありが当てるのを見たいな、私は。まあ、明日からの予想は、うん、CS 放送の座はかかってないんで、はい、まあ、明日から本気出す、まあ、あ、これわざと負けた系、わざと系ですか、明日から本気出す、明日から本気出すというような感じで、まあ、本当に頑張りましょう、はい、あの、本当に まだね、今日も11、12レースと2レース残っておりますので、みんなで考えていきたいなと思います。最後にですね、ありありから視聴者の皆様、リスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、今日もありがとうございました、ギャンブーさんの生放送は今日で、浜松からの放送今日は終了という、はい、今日で終了ということなんですけれども、はい、明日明後日とレースありますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありささんでございました。この後12レースの、はい、ラウンドガイドがありますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、ということで本当に、気をつけて、ありがとうございます。いやー、面白いね。でもこうなっちゃったけど、こういう結果だけれども非常に面白かったです、本当に。